航路図。この図では天体の光は左側から届いている。アイピースの中まで航路を描いた図。この図では天体の光は右側から届いている。アマチュア向けのニュートン式望遠鏡の構造図の例。主鏡の角度を微調整するための構造もあることがわかる。副鏡を筒の真ん中に配置する構造。仕組みがわかる写真。筒の先端側から覗き込んだ写真。 1. 1筒。2. 主鏡、3. 副鏡の指示体ニュートン式望遠鏡は、アイザック・ニュートンにより考案された反射望遠鏡の位置形式であり、筒の一方には何もなく、開放状態で、反対側にガラスを磨いて凹面にした鏡があり、主鏡で反射され、集められた光が焦点を結ぶ少し手前に斜めに、配置した平面的な鏡を置き、光を直角方向に、 筒の外に出し、接眼レンズで拡大して、目で見る方式の望遠鏡。アイザック・ニュートンによって考案され1668年に第1号機が製作され、当時、ケプラー式よりも性能が良くて、好評となり、その後広く普及することになった方式の望遠鏡である。凹面鏡は放物面であるが、口径が大きくなく、焦点距離が長い場合は、 球面との差はごくわずかであり、放物面にするのに非常にコストがかかるので、球面鏡を採用している、市販品も多い。副鏡は、光軸に対して45度傾けてあるため、射鏡ともいい、その角度に配置された時に深淵に見えるような、楕円である。主鏡、射鏡ともアルミニウムなどで、金属メッキしてある。高級品では、 熱膨張の少ないパイレックスなど耐熱ガラスを使う場合がある。色収差がない特徴を生かすため、一般に色収差の少ない高級な節眼レンズが使われる。王立協会所有の模造品、アイザック・ニュートンは色収差の補正が不可能であると考えて、屈折望遠鏡に未来はないと判断し、反射望遠鏡の開発に取り組み、メン主鏡と傾いた。 社協の組み合わせによる望遠鏡を発明した。鏡を組み合わせて望遠鏡を作るというアイデアならばすでにスコットランドのグレゴリーによって提案されていたが、グレゴリーのアイディアというのは現実味がなかった。鏡に開けた穴から人が覗き込むというものだったので制作は困難だったのである。ニュートンはグレゴリーの案の問題点を解決すべくスケッチを描き、 鏡を斜めに配置し導の側面に穴を開け、アイピースを配置するという案にたどり着いた。ここがニュートンの発明なのである。ニュートンはこのアイデアを実際に試すことを決意した。この段階では、ニュートンが少年時代に親しんだ模型作りの技術が役に立つことになった。とはいえ、目の前には困難な課題が山積みの状態だった。応免許やレンズといったものまで、 すべて自作しなければならなかったのである。当時は現代と違って、化学用器具のカタログ販売や店舗販売などというものはなかったのである。欧面主教はピッチ版に参加鈴をつけて研磨することで実現した。1668年に第1号機を完成。実際に製作され完成した反射望遠鏡としては、これが世界初である。 それまで誰一人として実現できていなかった反射望遠鏡というものを実際に製作してみせたというところもニュートンの大きな成果である。ニュートン自身の著作、光学によれば鏡は銅と鈴の合金に銀を少し混ぜた金属鏡であり主鏡直径は2インチイコール約50.8ミ、mm、リメートル厚さ約13イン焦点距離は6.25イン。AK2 比。 望遠鏡と測距技では、合計 34mm、焦点距離 159mm、倍率38倍となっているが、この食い違いについて、吉田翔太郎は、鏡径2インチ、焦点距離6.25インチでは、F3.125 ですから、当時の技術では、放物面の研磨は、不可能に近い、よく磨けた部分だけを、 直径 38mm に絞ったのかもしれませんと推測している。一般にニュートン式の射鏡は45度であることが多いが、この時には射鏡の傾きは正確な45度ではなく、またピント調整は超ネジで主鏡を動かす点が特徴的である。なお、王立協会が所有している大きな玉関節に取り付けた望遠鏡の写真をよく見かけるが、 これは1766年にヒースウィングが製作した模造品であることが1980年頃に判明している。1978年にイギリス1ポンド社兵の図柄になったのもこの模造品である。なお、この最初の製品で何を見たという記録は残っていないとも、ニュートンは惑星の観測を行ったとも、出来上がった反射望遠鏡は、 大成功の出来栄えであった。とてもコンパクトで、わずか8インチのサイズだったのに、旧来のレンズを組み合わせた方式の長くて、大きな望遠鏡よりも、むしろ鮮明で大きな像が見えたのである。ニュートンはその性能の良さをバローにデモンストレーションしてみせた。バローは1671年に、この反射望遠鏡をロンドンに持って行き、何人かの用心に見せた。その中には、 イングランド国王のチャールズ2世もいた。チャールズ2世は科学の進歩についていくことを絶望していたのである。1671年には改良した第2号機を製作し1672年王立協会の例会に提出し、説明をし、1672年3月25日号の開放に掲載され、非常な好成績を収めたためニュートンが会員に推薦される理由となった。 1722年になって、ジョン・ハドリーが、合計 15cm、焦点距離 150cm を、製作。これが当時使われていた、合計 15cm、焦点距離 40m の空気望遠鏡と同じ、性能を持っていると実証されたため、この後反射望遠鏡が非常に発達した。この望遠鏡は現代とほとんど同じ。 経緯外式課題に搭載されていたが、平面副鏡と接眼レンズが一体として動いて交渉させるという、工学制度の点では関心しない構造である。副鏡が平面であり、カセグレン式望遠鏡のように鏡に穴を開ける、必要がないため他の反射望遠鏡との比較では、製作や、 光軸合わせが容易であり、接眼レンズを使用し実施で観測する場合には一番広く使われている形式である。経緯外式課題に載せる場合、接眼レンズは常に水平に覗けるので楽な姿勢で観測できる。赤道儀式課題に載せる場合は、接眼レンズの向きが変化するので、その軸の周りに共闘を回転させる構造になっていた方が良い。ファインダーとは、 目的の天体を望遠鏡の視野内に導くための視野が広い補助的な望遠鏡。この写真では銃と番号が振ってある。観測する方向と接眼レンズを覗く方向が違うためファインダーは必須である。屈折望遠鏡の代表的存在とされるケプラーン式望遠鏡との比較では大口径の製品を安価に製作でき、 光景 60mm のケプラー式望遠鏡と同じような価格で 100mm のニュートン式望遠鏡が購入できる。口径が同じならば三脚が低く済むため小型になる。天頂付近の観測姿勢が楽。同じ口径ならケプラー式望遠鏡の方が安定して見えるという意見もある。筒の片方が開放なので筒中と外気温に差があると気流が起きて。 像の見え方が悪くなるため、冬の寒い時は、看望1時間ほど前に庭に出して据えておいた方が、良い。大物レンズの出来が悪いケプラー式望遠鏡は、絞って使えば、なんとかなるが、主教の出来が悪いニュートン式望遠鏡はどうしようも、ない。天体に対し横向きで看望するため、慣れないと天体を探すのは困難である。この望遠鏡は、大型の場合、 特に天頂付近を見る場合、観測者の地面や床面からの位置が高くなる。そうなると補助的な構造物が必要となったり、転落しないように注意も必要となる場合がある。一般に課題というのは任意であり、赤道儀式課題に乗せても良いし、素朴な二軸式の課題に乗せても良いし、一軸の課題に乗せても良いし、球場の 自在ジョイントに乗せても良いわけであるが、ニュートン式望遠鏡のうち、特に経営大式課題を持つものは特に、ドブソニアン望遠鏡と分類されている。ドブソニアン望遠鏡も、工学的な原理は、ニュートン式望遠鏡そのものなので、ニュートン式望遠鏡の一種である。ありがとうございます。